皆さん、上司が1たす1は3と言ったらどうしますか？私はアホちゃうかって思っちゃうかな。私が社会人1日目で入社式の後に人事からオリエンテーションの中で言われたことを鮮明に記憶しています。今でも全社員がよくこのルール違反をやるというのはよくあります。ということで、仕事の指示の仕方、仕事の受け方、これについてお話しします。まずですね、その最初の会社の入社式の後に、人事の本部長から言われた通りのことを言います。仕事を指示するときは、期待される結果とスケジュールと、そこに使っていいコスト、この3つをしっかり相手に伝えなさいと。1つでも欠けるといい仕事ができないということを言われました。したがって、仕事を受けるときもどんな結果を期待されているのか、いつまでにやらなきゃいけないのか、そのコストの管理はどのように考えるべきか、この3つをちゃんと理解して受けなさいということなんです。新入社員だけじゃなくてですね、私社長業も数十年もやっておりますが、もうよく社内の仕事の問題が起こるときは、必ずこの3つのどこかが欠けてるんですよ。ひどいのは、締め切りを過ぎても何も報告が来ない、締め切りに間に合わないんじゃないかという見通しがあるにもかかわらず何も問題提起してこない、期待通り結果を出すのは難しいなと思ってもいろんな相談も来ない、報告も来ない、対策も企画しない、こういうのがあります。例えば何かものを作るにもこの原価があるわけですね。例えば仕事をするにも作業のコストがかかります。そういったものも全く気にしないで使うだけ使うとかですね、逆に予算をもらったにもかかわらず使いこなさない、例えば広告宣伝の予算を1億もらったにもかかわらず6000万しか使わない、これもですね、使わなきゃいいかと思ったら大間違いで、広告宣伝予算を使わないということは、ちゃんと売上を最大化するそのマーケティングの投資をしなかったということですから、それもバッテンなんです。もう一度繰り返しますと、期待される成果、スケジュール、コスト管理です。繰り返しになりますが、コストというのはですね、コストをかければかけるほど利益率が下がります。コストを下げれば下げるほど品質が悪くなります。このバランスも非常に大事な仕事のやり方なんです。そういうことで、スケジュール、成果、コスト、この3つのキーワードでも応用事例を考えると、いろんな大事な議論になります。皆さんぜひ仕事をしていく中で問題が起こった時、その3つの点を振り返る、仕事をする前にこの3つの点をしっかりと考えて実行する、これが非常に大事なことだと思います。以上ですが、おまけ、新入社員のオリエンテーションでもう一つこういうことを言われました。皆さん、上司が1たす1は3だと言ったら何と答えますか？間違いです、2です。こういう答え方が学生時代の答え方、社会人になったら、上司がたとえ1たす1は3と言っても、はい、分かりましたと答えろと。一晩考えたふりして、次の日にどう考えても2だと思うんですがいかがでしょうか、こういう姿勢が社会人だということも言われました。鮮明に覚えてます。参考になればと思います。以上です。はい、終わり。あるでしょこれ。すぐ反論するやつね。上司だって人間だから間違えることあるんですよ。一つお聞きしたいことがあるんですけど、うん、コストは分かるんですが、うん、最初の方のお話ですけど、これ回してるんですか？回してます。じゃあもう一回、はい、最初の方のお話ですが、コストに関して、はい、広告宣伝費を1億円と言われた、うん、で6000万円しか使わなかった、うん、で4000万円余った、でもこれは間違いだ、うん、しっかり1億円使って宣伝効果を最大化する、うん、ということですよね。いや、宣伝費を予算1億もらったら1億を使って売上を最大化すること、だから使い残しっていうのは仕事サボったってことですよ。そこはわかります。そういうことです。でも、はい、仮にですよ、
営業努力というんでしょうか、うん、その広告代理店との交渉で1億の広告が8000万円に圧縮できた、うん、言い換えると、うんうん、2000万円おまけしてもらった、同じ内容で。それは最初から交渉して8000万で予算立てろよという考え方と、それをやった後でもこのコストが下がったら8000万で売上達成できるんだったら、それも選択の一つ。さらに1億使って予算以上の売上を立てる、このがベターですよね、うん、つまらない質問でした。はい。つまらない質問。いや、これね、例えばこういうのあるんですよ。例えば社長業やってるでしょ、ものすごい回転で頭を使うわけですよ。そうするとね、よく会議の中で、おい、なんで君はそんなことやってんのっていうようなことがたくさんあるんですよ。なんでそんなバカなことやってんなって言うと、え、社長がやれって言ったじゃないですかってあるんですよ。よく聞くと1年前の話なんですね。ちょっと待てよと、それ1年前の話であって、その後どんどん変わっただろうっていうのはよくあるんですよ、まあ、これはどっちが悪いじゃなくて、やっぱ刻々と戦略も戦術も変わっていくじゃないですか。社員が言われたらそれをずっと やり続けるんです。方針が変わった時にはきちっとやっぱりもう一回伝えて、もう一回戦略と戦術がどう変わるってことを伝えないと、前言われた通りやり続けるというのがよくあります。またはですね、マクドナルドに就任した直後にコンピューターシステムから出力されるデータは何種類あるんだ、全部持ってこいと言ったんです。まあ企業秘密ですから数は申し上げません。膨大な出力です。ところが日々使ってるものは、必要不可欠なものはほんの一部なんです。なんでそういうことが起こるかというと、社員っていうのは一度やれって言ったらやめろって言われるまでずっとやり続けるんですよ。それをやめろって言うまではずっと続けてますから、指示を出せば出すほどどんどん仕事が膨れ上がってくる。指示を出す以上に、やっぱり今までやってる社員の仕事の棚卸しをする、そしていらないものはもうやめろと、こういったこともですね、やっぱり上から言っていかないと気がつかない場合があります。ただそれもね、上から全部チェックするってこれ無理ですから、社員が作業をしてるんじゃなくて仕事をすると、この仕事をする手段の一つが作業であるということをしっかり教えていけば、社員の方から、あ、この手段はもういらないですねっていう提案を出してこなきゃいけないんですよ。こういったところのね、やっぱり意識、作業をあんまり作業指示ばっかりやらせると仕事のこと考えませんから、データサイエンス、データマイニングだってそれは目的じゃなくて手段なんですよね。で、手段が目的化するような仕事のやらせ方するとそういうことになる。ミッション、仕事、目的をしっかりと本人が理解してベストの手段を考えるというしつけをしておけば、手法もどんどん変わっていらないものも自ら棚卸しするということになると思います。大企業ほどこういうのが多いですね。社長は朝礼誤解ってよく言うじゃないですか。朝言ったことも夕方変わることってあるんですよ。社員は朝礼誤解じゃないんですよ、言われたらその通りやるんですよ。だから社長がいかにこうダイナミックにスピーディーにこう考え方を変えて舵取りしていくかっていうところをどう社員にね伝えるか、これ大変大事なポイントですね。それは1年前の仕事だろう、もう状況変わっただろうって言ってもポカンとしてることはやっぱありますからね。